Welcome to DMM 英会話 YouTube。 みなさんこんにちは。元高校の英語教員で今は DMM 英会話で日本人講師をさせていただいてます、くるみです。オンライン英会話ってとっても便利ですよね。たまに天気が悪かったりとか通信障害があったりしてノイズが入ったりしたりとかうまくつながらないっていうことがあったりするかもしれません。そのことが不安でオンライン英会話に興味があるんだけど一歩踏み出せないっていう方もいるんではないでしょうか。そこで今回は通信障害があった時にそのまま使えるフレーズをご紹介します。ほとんどの場合は大丈夫なんですが、つながるけど音声がちょっと乱れている時、うまくつながらなかったりノイズが入ってしまった時に使えるフレーズです。Can you hear me? Can you hear me clearly? I can't hear you. このように伝えると、先生はあなたが音が聞こえてないことがわかります。また、ノイズが入っているときはこう言いましょう。There is a noise. 次は、音は問題がないけど、映像に問題があるときのフレーズです。Can you see me? 見えますか? I can't see you. 先生が見えないです。また、I don't want to use a web camera. 私はウェブカメラなしで授業がしたいです。また、先生にもビデオを撮ってもらって構わないという時は、Could you stop the video chat? つまり、先生のビデオカメラをオフにしてください。というふうにリクエストもできます。最後に、ネットの回線やインターネットが調子が悪い時、に使えるフレーズです。 Something is wrong with the internet connection. インターネットの回線が調子が悪い。 My internet connection is not good today. 今日はインターネットの調子が悪い。このように伝えてみてください。いかがでしたか？授業の始めに先生が Can you hear me? Can you see me?というふうに接続の確認をしてくれます。大切なのはその際に I can't hear you I can't see you としっかり No と伝えてから授業を始めるようにしましょう。また通信のトラブルでうまく伝えられないときはチャットボックスに打つのも効果的です。 How was it? Thank you so much for watching. See you next timeAnd don't forget to click subscribe and push the like button. See you soon. Bye.